ジェン君、ポンちゃん、ご飯から帰ってきました。さっきまで喜んでくれていたのに、もう落ち着いた。ジェン君、はいはい、はい、また可愛いポーズ。あららら、ポンちゃん、ポンちゃん、ジェン君、さあ、かわいいお二人も今日もまたすごい暑いらしいんだよね。今日暑いっす。もう少し涼しくなってきたら向こうの部屋を片付けて遊び場にしようね。ねえ、ポンちゃん、今はおっさんのサウナみたいになってるからね。うん、すごいよ。ベランダなんか死ぬほど暑いよ。今日は行かないでね。日がこうこうと照ってる。あれ、こうこう？カンカン？うん、まあいろんな表現はあるね。日がカンカン照りだよ。さあ、始まり始まり。なんか集まってきました。ジェン君、ポンちゃん、ご飯もらえるらしいね。うん、ちょっと待ってね。はい、また別のものが今日は届いています。にゃんこの、にゃんこの絵が届いてますでございますよ。そして真空パック、なんでしょう、なんでしょう。あ、やばいやばい、やばいやばい大丈夫大丈夫。あ、なんか気持ちいい。わあ、なんだなんだ、あ、膨らんでる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 。あ、なんかテレビとかで宣伝してたやつかな。あの猫そのものっぽく抱けるやつ。あ、顔もある。あ、本当だ、ちゃんと顔もある。かわいい、かわいい。こうなって、うん、尻尾がついてるのか。なんかね、クッションに尻尾がついてるのをなんかで見たことあるんだけど、これちょっと違うかもね。ちょっと違うかもね。シャム猫みたいな。はっは、だんだんこれが膨らんできてるのかな。そうだね、ぬいぐるみって書いてあるからクッションっていうわけではないのかもよ。気持ちいいね。はい、どうもありがとうございます。多分これ人間よりもジャン君、ポンちゃんに抱かれるかもしれないね。はい、この上に乗って寝るとか。うん、ちょっとこの辺に置いてみようか。シャムちゃんかな、シャムちゃんじゃない、ペルシャちゃんかな。尻尾も高くすんだ。はいこの顔の大きさが可愛い。うん、ちょっと中央に寄せるのね。あ、そのあれを取ろうか。はい、この値札じゃなくてなんか説明のやつ。せっかくの顔がよく見えなくない？うん、ちょっとこっちやっていい？はい、どうもありがとうございます。こっち、これを取って、はい、でここに入れます。よいしょ、お尻尾長いの、はい、また一人増えました。はい、3匹揃いました。うちには3匹います。黒猫ポンちゃんと、よくわかんないガラジャン君と、シロクマ、違う違う、いやいや、グリズリー、違う違うペルシャかなと思うんですけど、頭のとこがちょっと濃くしてあるね。うん、真ん中にあの顔が寄ってて、ちょっと潰れてるから、うん、こんな感じかな。ペルシャちゃん系かなって思ったんですけど、はあ、尻尾もふさふさだし。そういうことですか。うん、はい、仲良い3匹でした。